こんにちはバジェティングチャレンジ8日目のメールが届きました人生には転換期ってありますよね高校から大学に進学したりあと学校を卒業して就職したり結婚したり子供ができて家族が大きくなったり、まあ、人それぞれなんですけれども誰にでも転機はあるので前もって準備しましょうというのが今回のお題でした。で何回か前のアクティビティで予算を立てましたよね。 でじゃあその予算内で何とかするためにできるだけ節約していきますでその節約に役立つ方法が提案されているので紹介しますね1クーポンのブラウザプラグインをダウンロードする例えばハニーというサービスですもう一つ楽天が紹介されていました 楽楽天天ってて日本の楽天でですすよねクーーーポンコードをを見つけて差額をくれるるサービスがあるんだそうですでバジティングチャレンジを発信しているこのライアン・ラスカーさんは楽天のこの方法で2020年1月以降200ドル以上もらっているそうで私ねもちろんハニーも知らなかったんですが楽天ってショッピングサイトだと思っていてアメリカ版は使ったことがなかったのでちょっと驚いています。 話がそれますがこちらでは楽天の三木谷社長マイキー三木谷っていう名前でインタビューに答えたりしています2。満腹の状態で買い物に行く。ミシガン大学の研究で人は空腹の時に買い物に行くと食べ物ではないものを多く買ってしまう傾向にあるんだそうです。これね、ね。興味深いいいですよ、ね、私はお腹が空いていたら、 余計な食べ物、を例えば、出来合いのすぐ食べれるものとかを買ってしまうんだとずっと思っていました。空腹は、必ずしも食べ物をたくさん買ってしまう原因になるのではなくて。人間とお腹空いていると、何でもいいから手に入れたいという衝動が起きるんだそうです。三、残り物を食べる。お昼ご飯に外食したり、ウーバーイーツで届けてもらったりしないで。 家にあるものもうすでに作ってあったものを持参するこれお金を節約するだけではなくて環境にも優しいいですすと述べています2018年の EPA の調査では68%の残り物4 2 8ミリオントンってもうどのくらいなのかわかんないですけどそれがゴミ箱ゴミ箱っていうかゴミ捨て場に行っているということです。これすすごい量ですよね 我が家でも残して冷蔵庫に入っていて結局捨ててしまうものってやっぱりあるので耳が痛いです。4. ジェネリックを購入するネームブランドではなくてジェネリックストアブランドを買うことでお金が節約できるって言ってます。私は実はあんまりジェネリックストアブランドは買ってないです。ここからは感想っていうか私の話です。残り物なんですが 頑張っても全部食べきれずもったいないなと思いながら過ごしていますでコロナの影響で職場のファーストフードレストランがいくつもいくつも入っていたフードコートあと2つあったスターバックスが閉鎖していますもうね戻ってくる予定ないらしいんですよねで一つだけ職場で運営しているファーストフードのお店は開いてるんですが私は一度も行ったことないです そして、職場に行くときには、家から、まあ、何かしら食べ物と飲み物を持っていくようにしています。で、これまでは魔法瓶に氷と冷たい飲み物を入れて持っていったんですが、今涼しくなってきているので、これからは温かい飲み物ですよね。で、子供たちも家の食べ物を食べてくれています。上の子はお弁当、下の子はスープジャーが大活躍で、まあ、温かいスープを持って行ってます。っていうわけで。 節約生活は今日も続きます。あちなみにですね、2日前に数件私買い物に行ったんですけれども、棚が空っぽとか全然なかったです。もしもアメリカの他の地域でスーパーから物が消えているのであれば、うんあの大変だなと思います。そして南カリフォルニアの私たちはまだラッキーなんだなって思ってます。インフレがこれ以上進まないことを祈ります。Stay safe, stay healthy.